夏も近づく88夜。あ、映ってた。ということで、これ茶摘みの歌って言うんですけど、皆さん聞いたことありますか？で、ここに出てくる88夜っていつだか分かりますか？実は立春から数えて88日目のことで、2021年今年は5月1日になります。ちょうど春から夏の変わり目で、これから茶摘みのシーズンが始まるんです。では今回はそんなお茶にまつわる、実際に中学入試で出題された問題をやってみましょう。それではレッツサイエンス。今回取り上げる小石川中学校の問題では、よく身の回りのものに対して自分で仮説を立てて、そしてそれをどうやって実験して検証するかというようなことを考えるような問題が出題されます。この仮説を立てて、実際に実験をして、そして振り返りをして、さらに応用していくっていう、まあ、この考え方っていうのは、まあ、研究にもつながるとっても大切な考え方だと思いますので、今回ミキラボキッズでも取り上げようと思います。ではどんな問題なのか一緒にやっていきましょう。まずこのお茶のこの裏側のところを見てみると、ビタミン C って書いてあります。で、このビタミン C はお茶が色が変わるのを防いでくれているんです。でも問題文にはお茶を温めると色が変わると書いてあるんですね。さあ、じゃあまずはこれが本当なのかやってみましょう。ということで実際に温めてみましょう。お茶をビーカーに、はい、入れます。これは色の観察なので、よくこの色を覚えておく必要がありますね。はい、全部入りました。では実際にここから温めていきたいと思います。このお茶は本当に問題に出てくる通り色が変わるのか、まずは見てみましょう。ということで、今20分ぐらい加熱すると、まあ少しではありますが色が変わりましたよね。でも最初にビタミン C がお茶が色が変わるのを防ぐと言いましたよね。あれ、これ不思議ですよね。なんでこんなことが起こるんでしょうか。で、これがなぜなのか、自分で仮説を立てて、そして実験を考えて、さらに予想される結果を考える、さあこれが今回の問題です。もう一つ問題文には弥生さんという人が出てきます。で、その人が疑問に思っているのが、じゃん、このお茶ってホットでも売られていますよね。でもホットで売られているのに、さっき加熱した時とは違って、この場合色は変わらないということに、まあ、疑問を持っているということなんです、はい、じゃあこれを手がかりにして、なぜビタミン C が入っているのに加熱すると色が変わってしまうのか、これを確かめるための仮説、そして実験、そして予想される結果というのを考えていきます。さて、こういう時にどうやって考えるかっていうと、今その比較したいこの2つの違いというのを考えてみればいいですね。例えば今これはビーカーに入ってますけれども、こっちはペットボトルに入ってますよね。もしかしたら容器によって変わるのかもしれないなっていうのが一つ仮説としてあったりしますよね。あとはこれホットで売られてるけど、温度ってどれぐらいなんだろうって実は知らないですよね。じゃあそれが違うのかなっていうのも仮説として立てられますよね。まあ、あとは何だろうね、まあ、ラベルはあるなしとか、まあ何でもいいと思うんですよ。本当に自分がこれ
何が違うのかっていうのを自分なりにその思うってことがとっても大事なので、まあ、今回ミキラボキッズではこの容器の違いに着目して一つ仮説を一例として立ててみたいと思います、ということで、まあ、今回これ蓋がされていますよね。でこっち色変わったのされてませんよね。さあここから、まあ、どうしようかなって思った時にこれ空気に触れてるか触れてないかによって色が変わるか変わらないかが変わるんじゃないかというのが今回立てた仮説です。じゃあそれを調べるための実験方法を考えていきます。何かその仮説があって実験をするときはその調べたいこと以外は条件を必ず揃えて比べていきます。これとっても重要です。例えば今回の場合は蓋を開けるのとこの密閉されたままの状態でそれぞれ温めていきます。ただこれ危険性とかもね考えなくてはいけなくて今回このまま熱さないでくださいっていう風に書いてありますので湯煎にしてゆっくりとこの指定の温度を超えないようにゆっくりゆっくり温めていくという方法を取りたいと思います。はい、このお茶はですね必ず蓋を開けて加熱してくださいというふうに書いてありますのでこれホットなのでコンビニにあるぐらいの、 あの温めるやつあれの温度を超えないぐらいに本当に低温でゆっくりとゆっくりとゆっくりと温めていきたいと思います。では一緒に入れます。ではここからは早送りでどうぞ。はい、ということでこのように蓋を開けている方が少し色が変わりました。ちょっと見比べてみるとわかるかなと思います。でこれはお茶の中に含まれているタンニンというものが空気と触れることで酸化されたからなんですね。例えば金属をずっと置いとくとまた錆とかできると思うんですけれどもあれも酸化されたものなんです。そしてビタミン C はタンニンよりも酸化されやすいので先にビタミン C が酸化されたんでその時は色は変わらなかったんですけどビタミン C が酸化されちゃうとタンニンがどん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 酸化されちゃってこの蓋が開いている方は色が変わっていったんですね。なので今回蓋を開けた方はこのように色が変わって密閉したままの方は色が変わりませんでした。で今回は最初に立てた仮説とあと実験の予想がしっかりと実験結果に現れて、まあ、うまくいったパターンなんですがこういった問題で大事なのはこの原理を知っていることよりもどういうふうに仮説を持つかとかどうやったらその条件を比べられるかとかそういったところの考え方の方が大事なのでこういった原理知らなくても、まあ、果敢にチャレンジしていってほしいなと思います。ということで今回は中学入試の過去問を解いてみたわけなんですけれども日々身の回りのものに疑問を持って仮説を立てて実験して振り返りをして応用していくことでこのような力が身につくかと思います。ぜひ日頃から意識してみてください。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。